ヘンリック三世は、グーグフ公、ビエルコポルスカの一部地域の公家け。グーグフ公コンラト一世の長男で、母は、ビエルコポルスカコブアディスワフオドニツの娘サロメア。1278年から1281年にかけてのシロンスク。緑色が、ヘンリック三世の領土、ヘンリクの幼少期について知られていることは、ほとんどなく、1267年にヒーババである。 シロンスクの宿尾がの列成式に参列しているのみである。1274年に父が死去したとき、ヘンリック三世は未成年であった。ヘンリック三世が初めて政治の場に参加したのは1277年、ビエルコポルスカコープシェミス二世と共に、父方の叔父である、レグニツァコーボレスワフ二世に対する軍事遠征を行ったときである。この遠征は、 ボレスワフ2世が多いで、ヘンリク3世のいとこにあたるブロツワフ公、ヘンリク4世から領土的情報を引き出すために、ローマオルドルフ1世と同盟してヘンリク4世を捕らえ、レグニツァ城に遊兵したことが原因で起きたものだった。ヘンリク3世とボヘミア王をたかる2世は、捕らわれの身となった幼いブロツワフ公を救出するため、シロンスク諸公の同盟軍を組織した。しかし、 同盟軍は1277年4月24日のストレツの戦いで敗北した。レグニツァの軍勢の総大将はボレスワフ2世の長男ヘンリク5世であった。これがヘンリク3世とヘンリク5世の因縁の対決における最初の衝突となった。1年後の1278年8月26日、ヘンリク3世は歴史的決戦であったマルヒフェルトの戦いに参加し、 ボヘミア王をおたかる二世の大敗と戦死に立ち会うことになった。同年、ヘンリク三世は弟たちに領土を分割することを余儀なくされた。ヘンリク三世は、広告内の主要都市であるグーグフ、ビトム・オジャンスキ、コジュフフなどを保持し、すぐ下の弟コンラと二世は、七の場を待って、マッテプシュムコは、ジャガンとノボグルとボブジャンスキをそれぞれ領有した。年、 ヘンリク3世、レグニツァ公、ヘンリク5世及び、ビエルコ・ポルスカ公プシミス2世は、ブロツワフ公、ヘンリク4世がソンドベルで主催した諸公会議に招かれた。ここでヘンリク4世は艦隊の掟を破り、3人を逮捕した。ヘンリク4世は3人に対し、自分、この時何らかの目論み、あるいは相手からの脅迫があったのか、この出来事から数年間、 ヘンリク三世は弟プシェムコと共にヘンリク四世と協力関係を持つようになり、ヘンリク四世とブロツワフ司教トマシュ二世イザレンバとの争いでも前者に加勢している。ヘンリク三世が教会との関係を修復したのはヘンリク四世が没した後だった。ヘンリク三世とヘンリク四世との協力関係は1288年1月11日にクロスのオジャンスキエにおいて、 ヘンリク3世がヘンリク4世の手で、騎士助人を受けたことにより明白なものとなり、1289年2月26日に、弟、プシエムコが死んだ時、両者の関係は真珠だと最もはっきりと示された。プシエムコの医療七名場広告は、ヘンリク3世の抗議を全く受けることなくヘンリク4世の領土に併合されたからである。 しかし一年後の1290年6月23日、ヘンリク4世は32歳の若さで急死、この事件はその後のヘンリク3世の運命に甚大な影響を与えることになった。遺言により、子供のないヘンリク4世は、ヘンリク3世を相続人に指名した。ところが、ブロツワフヌキ氏と都市民は1ヶ月後の7月中旬、新たな統治者、ヘンリク3世を追い出した。 代わりに反乱者は自分たちの統治者にレグニツァ公ヘンリク五世を招いたのである。このブロツワフにおける反乱の理由はよくわからないが、ヘンリク三世による過酷な統治が決定要因になったようである。何が起きたにせよ、ヘンリク三世はこの事態を受け入れることはなく、早速ヘンリク五世に対して宣戦復刻をした。1290年から1291年に、 かけてのシロンスク、黄緑色が、ヘンリク三世の領土ヘンリク三世は、ブローツワフにおいて、短期間ながら、復権を実現させたものの、その後、ヘンリク五世に敗北、継争中であったホイヌフ、ボレスワビエツ、ゴシチシュフ、ノボグロジェツ、シチナバ、ビンスコ、スイツフ、トシェブニツァ、ミルチおよび、ソンドベルに対する要求を放棄せざるを得なかった。ただし、間もなく、 七ナバだけは回復した。この戦争において、両者は素早く自分たちを支援してくれる同盟者たちを探し始めた。ヘンリック三世は、ベッティン家と同盟し、1291年3月には、ブラウンシュバイクリューネーブルク公アルブレヒト一世の娘、メキティルドと結婚して、同盟を強化した。さらにブランデンブルクシュテンダル編共白夫を四世、ビエル・コポルスカ・コープシェミス二世も、 ヘンリック三世の味方についた。特に後者とは、プシセミス二世がもし男子の相続人のないまま死んだ場合、ヘンリック三世がその両国を継承するという取り決めまで結んだ。一方、敵のヘンリック五世は、ボヘミア・王バーツラフ二世と同盟した。全面戦争が起こると思われた矢先、1293年11月11日に、ヘンリック五世は、 ルトカという人物に捕らえられ、ヘンリク三世に引き渡された。ヘンリク五世による、ブローツワフ統治は極めて保守的なもので、貴族の中の一部党派と衝突。この反対派閥の一人であったパコスワフズジェシサは、殺人罪で死刑を言い渡され、ヘンリク三世は、ヘンリク五世を半年近くも手塚後に入れて監禁。ヘンリク五世のブローツワフ行為は認めたが、ナムイスーフ、ビエルトゥフ、 オレシニザ、クルチュボルフ、ブイチナ、ボウチン、オレスのホイヌフ、ボレスワビエツの町とそれぞれに付属する要塞、合わせて3万グジブナの銀も支払い、今後5年間は自分の行うすべての戦争に協力することを約束してヘンリク5世を解放した。ヘンリク5世は、その後健康の回復しないまま5年後の1296年に死去。 弟のヤボルコー・ボルコ一世が幼い子供たちの摂政を務めた。1296年2月8日、前年にポーランド王として退官を終えたばかりだったビエル・コポルスカ公、プシセミス二世が暗殺された。ビエル・コポルスカ軍グ府グ間の同盟は1293年頃にはすでに崩壊しており、プシセミス二世はクヤビコブワディスワフ一世に接近していた。このため、 ビエルコ・ポルスカの貴族たちは、ポズナンにおいて、プシセミス2世の後継者に、ブワディスワフ1世を衰退しようとした。ところが、ヘンリク3世は1290年に、プシセミス2世と交わした役場は現在でも有効なままだと考えており、自分こそがプシセミス2世の唯一の相続人だと主張した。ヘンリク3世と、ブワディスワフ1世は3月10日にクシビンで、 ビエルコポルスカをめぐる論争に決着をつけた。これにより、ヘンリク三世が領有するのは、オブラカワイナンの地域のみとされたのである。同時に、ブワディスワフ一世は、ヘンリク三世の長男ヘンリク四世をポズナンにおける、相続人とし、もし自分が男子を残さずに死んだ場合は、このヘンリク四世が、ビエルコポルス年から年にかけての、シロンスク。 黄緑色がヘンリック3世の領土1296年の薬定締結においてヘンリック3世がブワディスワフ一世に対して大幅に譲歩したのには理由があった。すでにこの時、ヤボルコー・ボールコ1世との紛争を始めていたのである。ヘンリック3世がクシビンに滞在していた時、ボルコ1世はホイヌフとボレスワビエツを奪取した。 ボヘミア王バーツラフ2世の朝廷により、1297年3月にズバノビツェンにおいて両者は和解した。ヘンリク3世はボルコ1世との和訳を遵守し続けたが、前述の二都市に関しては変換させた。1290年代以末、ヘンリク3世はボヘミア王バーツラフ2世との関係を改善させていった。反対に、ブワディスワフ1世との関係は、 時が経つにつれて悪化していき、戦争に発展したが、1298年6月に、コシチャンで、ブワディスワフ一世と、新たな同盟を結んだ。この条約は、ヘンリック三世は、教会の承認を受けるのを条件に、未来の王国の大法官として、ビエルコポルスカ、東ポモジェのグダニスク地域、及び将来ポーランド王官僚となるすべての地域を、完全に平定するために、 国王ブアディスワフ一世に援助を約束するというものであった。当時、ポーランド諸公同士の争いは、ボヘミア王バーツラフ二世の勢力慎重にうまく利用されていた。1299年8月23日にクレンカの村で条約が結ばれ、ヘンリック三世は、ビエルコ・ポルスカに対する要求権を永久に放棄すると制約した。ヘンリック三世は、 ボヘミア王バーツラフ2世による干渉を受け入れたが、それは当時自らの両国において、ブローツワフ司教やンローム家との争いに忙しかったためで、ある。紛争の原因は、ジャガン公国の帰属をめぐる問題だった。ジャガンは、以前、ヘンリク3世の弟コンラト2世が領有していたが、コンラト2世が、イタリアのアクイレア司教に選任されたため、1299年3月に、 ヘンリック三世が接収した。しかし、コンラト二世が司教職を離れて、ジャガンに帰国した後も、不在時に同地域を支配していた。ヘンリック三世は弟に広告を返そうとはしなかった。家臣たちや教会の介入があった後も、ヘンリック三世はコンラト二世に広告返還を拒んだため、ここに来て司教やンロムカは、ヘンリック三世を破門し、 コンラト2世への指示を表明した。両者の紛争は1300年4月24日にようやく終結し、司教側の勝利が確定して、コンラト2世はジャガン港に帰り咲いた。一方、1299年の条約にもかかわらず、ヘンリック3世はビエルコポルスカ地方に対する相続要求を取り下げる意思がなかった。1301年に、 ポーランド王国の相続者、シロンスク、グーグフ、ポズナンの皇という称号を名乗ったからである。こうした野心は、ボヘミア王であり、今やポーランド王も兼ねていた、バーツラフ二世との軍事衝突につながっていった。ヘンリック三世をめぐる、身の危険は1301年、ヤボルコーボルコ一世が死ぬと同時に、バーツラフ二世が、レグニツァ皇、 ヘンリク5世の維持たちの新たな貢献人となった時に最も高まった。この微妙な緊張状態の中にもかかわらず戦争は勃発しなかったが、それはバーツラフ2世が息子バーツラフ3世にハンガリー王位を確保することに集中していたためであった。1305年にバーツラフ2世が急死し、バーツラフ3世も翌1306年に毒殺。 フシセミスル朝が断絶したことで、ヘンリック三世のビエルコポルスカ支配は実現に近づいた。また、1304年10月11日に、こんなと二世が亡くなると同時に、ヘンリック三世は何の妨害もなく、ジャガン広国を取り戻し、グーグフ広国を分割以前の状態に再統一できたことも、野心を後押しすることにつながった。1306年の春、 ヘンリック三世はついに、ビエルコポルスカクヤビの境目とグダニスクまで進軍し、ブワディスワフ一世を退却させた。カリシュは、ヘンリック三世の支配に抵抗したが、ヘンリック三世はこの地を支配していた、レグニツァボレスワフ三世を追い出して1307年には、カリシュを掌握した。こうして、ビエルコポルスカ全域が、ヘンリック三世の支配下に置かれた。まもなく、 ヘンリック3世は、ボヘミアの新国王、インジフと同盟し、共同して、ボレスワフ3世の野心に対抗することを約束した。国内政策において、ヘンリック3世は、自身が、工場的に起こしていた戦争に、自らの両国を巻き込むことはせず、この賢明な選択のおかげで、広告は、経済的にも、順調に発展。首都、グーグフは、 名声と富の集中する有力都市となった。また、ヘンリック三世は行財政改革を導入し、改革は都市民のみならず、宮廷や貴族たちにも影響が及んだ。さらに10以上の都市を建設している。教会との関係でも、ヘンリック三世は、気前の良い講演者であり続けた。地政中、彼はいくつかの修道院と教区教会を築いている。また、 多くの職人を保護して、こうした職人たちにヘンリク四世、ボレスワフ一世、グーグフのコレニアタに葬られていた両親や弟たち、ポズナン聖堂に埋葬された、プシセミス二世セイラの墓石を作らせている。1309年12月9日に死去、ルビョンシュにある、首都会の教会に葬られた。彼の五人の息子たち、ヘンリク四世、コンラト一世、ボレスワフ、ヤン プシセムコ二世は、父の医療を分割して相続したが、これは、グーグフ広国の弱体化につながり、地元貴族の反乱と、ブワディスワフ一世の逆襲で、1314年までに、ビエルコ・ポルスカは再びブワディスワフ一世の支配下に、入った。1291年3月、ヘンリック三世は、ブラウンシュバイクリューネーブルク公アルブレヒト一世の娘、メヒティルドと結婚し、 9人の子供を設けた。ヘンリック4世、コンラト1世、ボレスワフ・アグニエシカ1309年に、バイエルンコ・夫3世と、結婚、1329年に、ハルス博、アルラムと再婚サロメア・ヤンカ・タジナ1317年以前に、ブランデンブルク・ザルツベーデル・ヘン・キョウ博・ヨハン・オセイと、結婚、1319年にホルシュタイン・プレン。 白ヨハン三世とサイコンプシェムコ二世ヤドビが遺言により、ヘンリック三世は、グーグフを妻の終身のカフリオとした。ありがとうございます。